すまさ初めて見るな、ああいう顔。エボリューションオンネスゲーム1980って書いてる。1980年代のゲームかな。あ、なんかでもめっちゃ面白そうだね、このコース。なるほど、これなんだっけ、パックマン、パックマンだったっけそれそういうやつでしょ。この赤コインの通りに取っていけば、よし来た。で、鍵はそっち。うっそテレサ気づかなかったな。キノピオもやられてるね。まあこの次がまだあると思うんですよ。そして今度は1981か。今度はこれはドンキーコングをイメージしてんのかな。これなんだろうね、なんかドンキーコングっぽいよね。多分左上のあれドンキーコング意識してると思う。いや面白いねこのコース。次1983年。え、素晴らしいねこのコース。え、めっちゃいいコースだよね。次は、なるほど、これはマリオブラザーズのあの対戦型のやつあったじゃん、あれだね、あれを意識してる。いやごめんごめん、キノピオごめんね。よし、それじゃあ次に行きますか。うお、もう一個鍵いるの。あーなるほど、そっちね。それじゃあ、キノピオ開けておくれ。そして右に行く。わ、チビ一人いたね、チビルイージ。みんな、みんないるじゃん、みんないるじゃん。そして次は1985。これはスーパーマリオブラザーズの1を意識してんのかな。次は6。え、すごいこのコース。え、めっちゃすごい。これなんだ、僕はこれが気になる。ちょっとみんなと違うとこ行ってみるけど、これなんだろうね。あ、上、あははは、何の意味もなかったね。みんなゴリ押しで行った感じこれ僕だけなんで当たってんだ。しかも次1986。いや長いけどね、めっちゃすごい。これスーパーマリオブラザーズ2意識してるね。でもやられたね。全員上や、やりがいがあるね。確かレートの S プラスのピンクはこのキノピオ兄弟の2人だったね。いやちょっと待って、これいる。よし、 OK、 よしキノピオ行こう。ちょ、よし、いるいるいる。でこれ渡る。ちょダメだダメだ、今のはチビにならない、ダメだったね。いやみんな強いよこれ、絶対みんな強い。ちょっとこれ取っていきます、僕キノコ取っていきます。よし、もうここはアイテム舐めたらいけ、絶対舐めたらいけ。ほらほら、てかこれチビだったらいけたね多分、アイテム取らないで。さあキノピオが戻ってきた。いやこれはワンチャンあるよ、ワンチャンある、本当にある。これよし、あーちょっと待って、こっちか。いいねいいねいいね、次渡る。そしていや、ワンチャンある、ワンチャンある、勝てる勝てるぞこれ。うわ、中間ポイントか、ここで中間ポイントか。いやまだワンチャンある。うそ、当たったらダメだ。うわ、許さねえ、マジで許さねえ。危ない危ない危ない、キノピオ危ない、ちょっと危ない。みんな僕が頼りだな。キノピオ来て、絶対邪魔しないから。よし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 さあこれでゴールを横取りしようか。よし、マジかよ。さあ、とっとっと、嘘待って、せめてゴールだけは、せめて。最近ですね、 TikTok でちょっと一つの動画がね、バズってるんですけど、なんでか外人、コメントが外人の人ばっかなんだよね。いや読みたいんだけどね、もう全く読めないの。当然ね、僕英語わかんないから全く読めないんですよ。いやちょっと待って、いや持たれたらダメ、持たれたら捨てられちゃうから。やっぱりやっぱそう送るよね。さあこれはどこがいいんでしょう。僕は一番下から行くとしますか。よし、いやこれ上だね。あ、上正解、これめっちゃ上正解だった。次はこのまま抜ける。マリオ、マリオバカバ、そして一人脱落、マリオ脱落しました。待って、ちょっきっつ、これラグ、めっちゃラグ。そして一番下は不正解だな。これこれジャンプしない方がいいね、大ジャンプしない方がいい、小ジャンプで思いっきり右に行こう。そしたらルイージ抜けるかもしれない。ルイージ大ジャンプしてない、だってあ、してないで、ルイージやってないで。さすがルイージ頭いいで。よし、このまま渡っていく。どんどん下からやったけど、下からでいいのか。ちょっ、待ってルイージ、これね、一番上にアイテムが出そうなんですよね。さあ僕はアイテム取っていく。よし、これだ、これでいいのか。ちょっと待って、めっちゃ追いかけられてる。中間ポイントで、これはあ
動してしまった。早く早くゴール、早く、ちょ、これ上が熱いね、これ。悔しい。この勝負で最後にしましょうね。この勝負で最後にしましょう。僕の得意なレースだけど、こっち来るなよ、頼むから。いや待って、こっち来た。いやこっち来ても差をつければいいだけの話だよね。ね、そうなんですよ。よし、上に行く行く。で、これはこんな感じか。よしよしよし。あ、待って、先からさ、マジかよ。あ、ちょ、邪魔。マジかよ。うわ、悔しいな。これは悔しい。よし、抜け返せるのか、これは。これ絶対勝ってた自信あった。ザラシエスライプ。おいおいおい、大丈夫かピヨ吉、負けてばっかじゃねえか。うるせえ、今から俺が勝つんだよこのステージでな。見てろ、よし、オッケー。これはめっちゃチャンス。これ勝ちたいね。上か、これ下から行った方が良かったんじゃない。なんかね、あの甲羅みんなやられればいいのにね、キノピオ。そう思わないね。読めてんな、キノピオ、うまいね。よし、あの亀の甲羅のとこはね、ちゃんと下から行った方がいい。そう、ここね、こう蹴っていこう。あ、そうそうそう、こう行った方がいいと思う。ほらほらほら、で、ジャンプの、あー邪魔。今日ダメや、絶対もうダメや、もう絶対もう勝てる気がしないもん。待って、ちょ、神様マジでちょっと勝ちちょうだい。一回でいいから。今日一回も勝ててないんですよ。うわ、来た。え、鍵のドアがどこにある。チャンス、この鍵さえ奪えば。来た。そして入りさえすれば。いいんだ、邪魔くせ。やった、来た。これ上から行けるんじゃない。ほらこれワンチャンあるよ、これワンチャンあります。やった、来た。え、これ来たんじゃない。ほらいや、あるこれ、あり、超あり、超あり。待って、ちょっ、クリバ、ちょっと待って、ちょ、どっか行って、ちょ、どっか行って、よしよしよし。で、こいつもどっかやろ、この子どっかやろ、ほう、よし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 。で、これをどんどん乗せる。そしてこれも乗せる。そして上から行こう。よしよしよし、やった。これチャンスあるでしょ。マリオが来ました。でも僕の勝ちです。やった。いや、卑怯だとは言わないでくれ。これも戦法なんですよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。